ママリークランドテイルズオブグレイセス F 実況プレイ、皆さんこんにちは、ラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回は闘技島にやってきまして、サブイベもねたくさんあったんですが、で密偵の方がどうやら怪しまれて囚われてしまったようなので、その方を助けるためにもちょっとフェンデル兵と一悶着ありそうな感じがします。ではでは、おお、あ、外は明るいのか。行ってみましょうかね。こっちまだ探索してなかったね。忘れちゃった。ライオットピークか。じゃあ戦闘前に配られたアイテムしか使えないぜ。闘技場っぽい。ライオットピークで開くかな。ライオットピーク、はい、開いた。会社の魔導書、料理の効果時間が倍になる魔導書、長期戦のとお供にぜひ。これも必要そうだな。俺たちが本気になって機械を持ち込めば、どんな強敵であろうが一網打尽だ。試練といったってここでの戦いは遊びじゃない。女性フェンデル兵か。これここにいる軍人以外の連中は国じゃお尋ね者ばかりよ。なるほどね。ライアットピークは勝ち抜き戦よ。これはアスベルで戦わないと私は無理ですね。きっと。でも多分アスベルか、もしくはヒューバートで挑むことにはなりそう。4人で出れたらいいな。国と国を移動するのにこの島は実にいろいろと都合がいいんだよ。詳しい方法は言えないね。なんで？ライオットピーク最強と言われている北緯の番人には決して逆らわないことだな。勝てる自信があるならライオットピークを勝ち抜きゃいい。異性だけで勝てる相手じゃないぜ。北緯のって聞くと有利を思い出すんだけど、どうなんだろう。私が歴代のね、戦い闘技場で苦戦させられた彼女がいるのかどうか。ただいま仲間の4人で、4人か、5回まで勝ち抜くグループバトルに挑戦できます。ちょっと待ってよ。やっぱアスベル操作でいくか。どうしよう、ヒューバートは入れたいよね。これでいいんじゃないか。よし、このまんまでいきましょう。では頑張ってください。了解です。それは証を守る戦い。あまたのむくろで塔を塞いで育成層、紡いで塞いじゃダメ。あり続けるために立ち続け、立ち続け、立ち続け、そして証明しろ。己という強さの証を。まずは小手調べ。可愛い姿に油断すると緑色のトゲトゲにされちゃうぜ。1回戦レディーゴー。なるほどね。よいしょ。ない。ヒューバートはなんでメガネをしてるの？目が悪いからですよ。敵なの？怖いの？誰か助けてくれませんか？天然恐ろしい。可愛いな、ソフィーにタジタジなヒューバート。ナイススタイリスト、なんだそれ。青臭さを退けて少年は今大人になった。1回戦は挑戦者勝利、勝利。続きましては、電光石火、疾風陣雷、空から地から迫り来るのは槍か剣か。2回戦レディーゴー。司会のこういう人たちってテンション高いよね。これは
もしかして私かっこいい？これ称号変えたいな。フィダメージを習得、砲爆化を強化。まあなんか戦ったことある敵ばっかりなんでカットしてると思いますが、雨あられと降り注ぐくちばしと爪をすり抜けて、2回戦は挑戦者勝利勝利。続きましては、這い寄る恐怖、にじり寄る物体、それは君の背後にもいる。3回戦レディーゴー。体がいじく、あーなんだスライムか。これでちょっとは役に立てたかな。なんかソフィーがそれ構えてるのすごいな。迫り寄られるなら可愛い子の方がいいですよね。ですよね。3回戦は勝利、挑戦者勝利勝利。続きましては、方向そして爆炎、敵は遥か人を超えし者、もはや神とも呼べる伝説のモンスター。4回戦レディーゴー。ワイバーンかな。ですよね。なんだこれ、ウラガンドラゴン。アーツ技に弱い。この敵は初めてじゃないかな。他の敵は見たことがあるけど、衝撃、凍結、ね、衝撃ってなんだっけ。遊べる、烈心古法か、と総称上下かなしね。オッケー。おっとっとっと、間違えた。よっ、待って、両方来られるとちょっと嫌だな。あっと、やけど、やけどはまずいのでは。あ、そっか、配られたやつ、あれ、パナシア使えない。あれ、なんか治ってる、やけどが。よくわかんないけど、痛いよー。これでも、おー、それかっこいいね。痛い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 。接触方法かっこいいよね。あ、来たぞ。いけつけいけつけ。凍結兄さんとシェリアに困りましたね。アスベルの服の丈が長くて、ね、シェリアのスカートが短いこと。全然違いますよ。ノーブルソルジャーを取得。何回戦だっけ、5回戦って言ってたっけ。人が獣を、神を超えて、今強者が現れた。4回戦は挑戦者勝利勝利大勝利。4回戦で終わりか。うわー、なんか火炎放射器みたいな、違うな、なんかババ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 って。ようやくお出ましのようですね。撃つやつか。下でのたれ死ぬかと思ったが、それなりに実力はあるようだな。貴様たちの大切なお友達ならあそこにいるぜ。女性だったのか。さて始めるか。せいぜい楽しませてくれよ。俺の銃の威力は半端じゃないぜ。ご託は結構。あなたはこの双剣の前に散る運命なのですから。お先。お、返させてくれるのか。回復役が欲しいな。この3人が回復使えるから。あ、待って待って、あ、よかった。このままにしといて、ちょっと称号いじります。あ、これ見てなかったね。ナイススタイリスト、なかなかの数のスキルを習得した証。効率よく称号を切り替えてみよう。1200以上のダメージ半分、これはいいのでは。魔王演劇派だ、いいね。よし。で、ソフィーがさっきなんかつけたいって言ってたよね。これか。雑談フリーク。
ですね。でヒューバートはこれでいいか。シェリアもこのまんまで、マーリー君もこれでいいね。でパスカルはもうちょっとなんだよな、なんか全部微妙な。トレジャーサーチャーにしとくか。アイテムはあ、この時点だったら使っていいのね。じゃあ使おうか。よいしょ、こんなもんでいいかな。舐めてかかりすぎかな。大丈夫でしょう。オッケー。体がジェネラル打撃ね。フェンデル地方の要所を警護する上級兵士、ドラグーン、かっこいいね。警護する兵士、ライスとカニ落とすんだ。衝撃射撃、ジェネラルは大気の魔導書を落とすみたいですね。カニ、何カニが名産なの、フェンデルって。寒い地方だからかな。どうして、おっとっと、よいしょよいしょ、いいね。おっと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 、いてえ、ちょっと待った。おお危ない、ちょっと待てよ。機械ってなかったような。あ、これはさ、もしかして、あったったった、使っちゃうか。もしかしてあれか、パスカルを入れとくべきだったのか。よいしょ、あーヒューバートが危ない、まずい。いいねいいね、やっぱ回復役が3人もいると楽ですな。中ですか、ね、よし、大気の魔導書を手に入れました。アブソーブを習得。わからん、こんなはずは。さあ決着はつきました。我々は戻るとしましょう。そういえば僕たちが勝った場合にどうするか決めていませんでしたね。せっかくですから、そこの方の身柄を解放していただきましょうか。そこの方、あなたはもう自由の身になったようですよ。僕たちと一緒に来ませんか。くそ、こうなったら。あ、やめろ。決着がついた後で再び武器を構えるのはここの掟に反する。そんなことをするともう遅いようですよ。なんか怖い罰があるのかな。お、お、お前は、あ、これか、なんか刻意のなんちゃらって。おお、凄まじい身のこなしだ。あの人物は一体。ライオットピークの番人、この地を目指す猛者たちが目標とする人物でもあります。ここまでがっつりストーリーに絡んでくると有利ではなさそうだね。あの男はここの掟を破った、故に制裁を加えられたのだ。僕たちには何も非はありません。安心して戻れますよ。お手数をおかけして申し訳ありません。早速で申し訳ありませんが、フェンデルへ渡れるよう準備していただけますか。わかりました。準備が整ったらフェンデル星のところまでお越しください。綺麗な声ですね。でも最年少左官、でもちょっと断罪系ってなるとやっぱちょっと有利っぽさが出てくるよね。いやどうなんだろう、あれは勝ち抜かないと多分わかんないんだろうな。ノーブルソルジャー、幾多もの敵を打ち倒してきた猟剣士への称号で、これか、最年少左官、軍の最年少記録を塗り替え、青年は少佐の地位をもぎ取った。
ヒールウィンドの炎症時間少なくなってほしいからこれにしよう。んで、よし、これでこれさ、連続で、あー仲間の一人か、ノーマルクラス、せっかくだからノーマルクラスやってみる。アスベルで多分ゲームオーバー扱いにはならないから、100ガルドかかるのか、まあいいや。アスベルでグレープグミ、ジューシーな甘さグレープ味のグミ、最大 HP70% 回復、リキュールボトル、アワーグラス、まあノーマルならいけるでしょう。せっかくだからね、やってみましょう。で、多分4回戦ですよね。塔は来る者を拒まず、倒れる者は忘却の彼方に、逃げ帰る者は嘲笑われるだけ。今ここに立つ者は果たして何者となろうか。さあ、ここに始まるのは高き塔を登り詰める挑戦。次々と襲い来る者どもをなぎ払え。さあ行くぞ、レディーゴー。敵の情報が何もないじゃん。フォーリストゴブリン、敵ね、必ず生き残る。いいよ、水泳神、水泳神、水泳神もかっこいいよね。かわせるか。ごめんなさいね、なんかグダグダの戦闘を、おお、お見せして。ソーロ、打撃と凍結、おっと、もういいね。13で CC がたまるのはありがたい。おお、これかっこいい。危ない、これいいな、なんか多用してしまいそう。なんとかなったか。よしよしよし、だいぶ時間はかかりましたが、あ、なんかいっぱいもらった。サブヒールを習得、偶然か、挑戦者今回は生き抜いた。しかしまだまだ序盤、ここで辛いなら逃げてもいいんだぜって言っても逃がさないけどな。終わる時は倒れる時か勝ち抜いた時だけだ。マジか。これは倒れるまで挑戦し続けなきゃいけないのか。じゃあカットしながら戦っていきます。必ず生き残り、逃がしはしない。やばい、守れなかった、やられた。残念、はい、さよなら、またどうぞ。冷たい。あと一歩でしたね。こちらの景品をお受け取りください。バトルソード持ってるんだよな。これさ、あ、ノーマルクラスか。へえ、6回から挑戦できる。これ何回勝ち抜けばいいのかな、ノーマルクラスで。とりあえずはこのままでいいか。お、極意の番人。どうかしましたか、兄さん。あの国威の人に俺たちの任務の協力をお願いできないかな。無理でしょうね。どうして。以前ストラタ軍も極秘にアプローチし協力を仰いだことがあります。しかし国威は万人であり、ライオットピーク最強の戦士の証明。この地を離れる時は自分たちが負けた時だけだと、そう彼らは言ったそうです。ちょっと待て、彼らって。ええ、国威の番人は3人いると聞いています。3人、あれだけの使い手が3人も。彼らを打ち負かせるほどの実力があれば、その時は彼らの力に頼らなくても問題ないということです。皮肉な論理ですがね。そうか、だったら仕方ない。いつか俺の手で番人を倒してやるさ。番人を倒す、いつになるかは分かりそうにもありませんが、その日まで僕が剣の使用に付き合ってあげますよ。ヒュー積んでれ。でもあれだね、3人いるってことは漆黒の翼とかそんな感じかな。
依頼は変わってないもんね。これ10回まで勝ち抜かないとダメそうだね。常備薬、妙なスキルで盗みやがって、盗み返す、これ達成するの大変そう。休む必要ある？多分さ、宿屋イベントそんなにないよね。なんかここでないと思うので、一旦セーブして、もうちょっとだけやっていくか。 OK、 ではこの人かな。準備はよろしいですか？船をご利用ですか？ベラリック南の港行っちゃいますか。さすがにめちゃくちゃ連続で。それではフェンデルへご案内させていただきます。各地にサブイベ発生はないと思うけど、あー、ラントに花の種植えに行けばよかった。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ライオットピーク、強いものはより強いものと戦うことで高みを目指すか。オスベル、どうかしたの？いや、どうもしない。それじゃ、船に乗るか。さあ、フェンデル、寒そうだね。なんやかんや兄弟仲いいじゃん。あの光が使えるんだ。ええ、最近使えるよう。なぜ僕と兄さん、それにシェリアの3人にだけこんなことができるんでしょうか。この理由もいずれは突き止めなければいけないと思っています。お前はいろいろと考えているんだな。大したものだよ。考えるといえば彼のこともですが。教官？お前、教官のことも怪しんでいるのか。あの人は長年騎士学校で指導役を務めていて、子供の頃から俺を指導してくれた恩人だ。彼の戦い方はかなり独特です。あの戦い方をどこで習得したのか気になります。アスベル、大変。パスカルが具合悪いの。え、どうしたの？なんだって？船酔い？ここに来て？だいぶゾンビみたいな。パスカル、しっかり。船に酔った、気持ち悪いよ。突然だね、船酔い。うわ大丈夫か、パスカル。船に弱いのか？ごめん、笑い事じゃなかったね。というよりバナナの食べ過ぎで気分が悪くなったみたい。なるほどね。もったいないよ。ドン引きじゃん、二人。最低ですね。吐いたら少し楽になったよ。教官も船酔い？無視ですか？それとも気持ち悪くて話せない？昔のことを思い出していただけだ。昔？そういや、教官の昔の話って聞いたことないよね。教官は生まれた頃からずっと教官なわけないしね。すまない、少し一人にしてくれないか。へえ。なんかフェンデルに何かしらの思い入れがあるんだろうか。近づきがたい雰囲気出しまくってるよ。どうしたんだ、教官。もしかして後ろのやつ全部バナナ？すごい量あるけど。やはり彼には何か隠していることがあるようですね。
かなり気温が低いわね。ソフィー大丈夫？平気。寒い。ソフィーにくっついて暖を取ろうかな。バルキネス・クリアスの所在を調べてみましたが、はっきりしたことは分かりませんでした。集めた情報を総合すると、テイとザベートからそう離れたところではないようですが。ザベート？なるほど。それならザベートは遠いので、まずはこの先にあるベラニックの町を目指すのがいいでしょう。ベラニック南の港。ライオットピークは行ったらしいな。なら気づいたか？より長く戦いに身を置いた者は強い。そして皆の尊敬を集めるってことだ。わからないか？つまりだな、戦いに身を置いた時間で称号を得ることもある。なるほど。それってなんか防御しまくったりとか、逃げ切る、逃げ切ることは無理か、逃げるのでもありなのかな。今日もあんまりクリアス来ないね。この前クリアスを取りに行ったら戦争しててびっくり。したたかだな。ザベートからやってきたのだが、国外へ出るのは厳しそうだ。この辺りはテートと違い暖かくていいな。テートの方はもっと厳しい寒さなんだね。ベラニックの町なら港を出て北へ向かいな。南、ラントとの国境にはあんまり近づかない方がいいよ。やっぱねえ、まだ戦ってる状態なんだな。ここから一番近い町はベラニックだ。お、仮面人がいる。軍の人が届いた荷を取りに来たけど、クリアスが随分少ないわ。北の軍人さんたちは大丈夫かしら。闘技島から来たのか。随分変わった格好してるな。てかみんな寒そうだけど大丈夫なんかな。寒いっすね。買い物っすか、カメシャ扱うっすか。乗れないかもしれないっすけど。乗れなさそうだね今。買うものは特にないし、あれだ、大気のなんだっけ、これだ。戦闘中の料理発生によるエレスポットの成長速度を上げる。なるほどね。まあでもいっか。うん、このバトルソードとさ、今アスベルが装備してるバトルソードってやっぱちょっと違うね。え？一緒？一緒だ。違うねとか言ったらもうアホみたいじゃん。各地にいる仮面人だが、奴らの中に不正を働いている奴がいるらしい。ドームに紛れ込ませて不正に国境越えを手伝ってるらしいんだ。へえ。なるほどね。仮面人も大変だね。なんか海の話を聞いています。いいですね、自由に旅ができるのって。この国は雪に閉ざされていて、白い以外の色の世界を見たことないから、一年中冬みたいな、そんな感じなんだね。船が出るまで休憩しています。陸の方とお話しするのはお久しぶりです。聞いた話ですが、近々フェンデル軍が何か行動を起こすようですよ。あ、こっちから行けたのか。フェンデル軍が何か起こす、乱と侵攻みたいな感じかな。暖炉ってあったかいね。あ、カニ。柔らかで繊細な足肉とカニ味噌は絶品。甘みのある強い旨味がある。カニ味噌ってあんまり好きではないのですよね、私実は。
まあ、そんなに美味しいカニ味噌を食べたことがないだけかもしれませんが、民間人にクリアスが行き渡っていない。しかし軍での使用が最優先だ。我々だって仕事が終われば民間人だ。結構貧しい状況なんだな、フェンデルは。やっぱりラントとの戦闘があってからあちらの警備も増えているようだ。ストラタが邪魔しなければ俺たちの勝利だったものを。ストラタめ、なんかすごいいろいろごちゃごちゃしてんな。上質な毛皮。ではでは、ここら辺を進んでいきますか。新しい町に着いたら終わろう。厳しい辺りの気候の中でこの桃の木はよく頑張ってるわ。これより北に果物のなる木なんてほとんどないわ。桃の木か。桃の木、あ、そのままだった。ソフィーちゃん、桃前に見たような。ソフィー、何か思い出しそうなの？焦らないでいいからな。じっくり考えるんだ。ソフィーがエンデル人、どうだ、何か思い出せそうか？あ、わかった。桃の形ってお尻みたい。何？あのね、シェリアの…ちょっと待って、ソフィー。二人で話しましょうか。どうして？みんなにも…それは確かにちょっと…あまり聞かせらんないね。みんな、気をつけて。お、戦闘のミュージックが違う。わっと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 、なんだなんだ、ガードが…ガードしてたのに全然効かなかったぞ。このなんか飛んでる。俺たちは負けだ。踏むから踏むから。かわいそう、ユーバート。ストラテイブの角、エネミー所長、トレジャーブローカー、なんかいろいろ手に入れたぞ。弱体か。すべてのステータスが、このバッグのイラストかわいそうなんだけど、全体的に下がってしまう状態以上、行動に支障はないため軽視しがちだが、想定外なひどい目にあっても知らんですぞ。ビークチェックで予防オーバー。弱体ね、気をつけよう。頑張れヒューバート。いや、面白いな、やっぱり掛け合いがいいですね、やっぱテイルズは。あ、ブドウだ。あ、アトワイト、妹ができたみたいで嬉しい。あ、楽しかったわ。いいね、なんか今までやったシリーズのキャラばっかりだから、やっぱかわいいわ。魔法カルト、魔法カルタ、拾うのが毎回楽しみ。痛いよん。これはカメニントータース、トータース、国境は越えられないっすよ。ただしセンガルド握らせる。トータースダメっすね。サルス消えるっす。これダークカメニンというやつでは、ちょっとね、あるか秘密の抜け道、この反対側を進んできてみました。この砦を越えるとラントなのか。ねえねえ、突破しちゃう？町のみんなも心配だから、戻れるなら戻りたいけど、この厳重な警備じゃ無理だろうな。やろうと思えばできるよ。確かにこういった場所には往々にして違法な抜け道があるものだ。でしょ？それに一度ウィンドル国内に入ってしまうと再びここまで戻るのは難しいんじゃ。いえ、ラント西の港まで行けば、そこから闘技島経由で再びフェンデルに入ることは可能でしょう。その手があったか、ラント。どうにか戻れればいいが。で、多分あのセンガルドを握らせればきっと行けるんでしょうね。
ってみる？多分通してくれないもんね。じゃあ行って花の種手に入れたから、それをトータース、こっちに来るっす。上に行きましょうか、ラントに。で西から闘技島戻って、そっから戻ればいいもんね。さっさと降りるっす。ちなみに戻りたいときはまたガルドいただくっすけど、ザマース。あ、ここに待機しててくれるんだ。でも多分センガルドとかいう感じでしょ。結構な値段。まあでも戦ってればそうでもないか。ラントどっち？こっちか。特に問題はなさそう。一瞬でかいよ。よし、フレアショット。身の違いを知る。ヒューバート偉いんだね。説明しづらい。かわいいな、この組み合わせ好きだな。そういえばね、アスベルのバースト技を久しぶりに変えてみました。再表示とかを結構使ってたので、あそこら辺を変えて、あ、どうせなら披露するか。僕の足を縛らないでくださいよ。まずこの劣化をやると、一人でも十分でしたね。今見れたかな。蓬莱札を邪霊一閃に変えました。カウントがね少なかったんで、多分あれも使い込めば称号が手に入るでしょう。はいはい、ラント戻ってきました。おお、花壇がかなり賑やかになりましたね。はい、チンチョウカを植えよう。読み方合ってるのか。あ、チンチョウゲか。チンチョウゲ、どんな花なんだろう。これで最後ぐらい花の種。あ、まだ3箇所ぐらい植えれそうですね。はい、ということで今回はここまでにしようかな。なんかあのダークカメニに連れてきてもらったことで、何かしらチャットなりが現れるかなと思ったんですが、そんなこともなく。で、まあセンガルドぐらいならいいかなと思うので。危ないかな、こういう考え方。とりあえずもう一回ダークカメニのとこ行って戻って終わりにしたいと思います。何もなければもうここで終わっちゃってもいいかなと思うので、一旦ここで挨拶しちゃいますね。はい、では次回はフェンネルの新しい町に行きたいと思います。どんな感じなんでしょうね、ちょっと想像ができませんが、町探索できるということでワクワクしながら向かいたいと思います。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。